テニス、コーチ加藤への質問コーナー、コメントにお答えします。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。まあコメント欄ね、返信結構最近たくさんいただくようになってありがとうございます。まあ、今回こう一つずつですね、最近のコメントに対して返信差し上げたいと思います。まあいろいろとですね、いろんな角度から、はい、ご意見ご感想ご要望いただいてます。もう初めの頃と比べるとかなり皆さん、なんだろう、しっかり見ていただいてて、まあ、もちろんできることとできないことね、あと自分のコンセプトもあるんですけども、まあ、これ皆さんのおかげで、はい、こうやった形でですね、少しずつですけれども、成長してきました。なのでよろしければご参考ください。こういうボタンとチャンネル登録、またテニスにお悩みのですね、一生懸命頑張ってる、なかなかうまくいかない方いらっしゃったら、チャンネルの方ご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ここら辺に出てくるかなと思います。まずですね、はい、増田よしゆきさん、いつもありがとうございます。2週間前ですね、はい、改めて報告します。フェースの小さいラケットでポリツアープロ120にしました。最高です。ありがとうございます。まあ、ポリツアープロね、合う合わないもあると思うんですけど、まあ、ヨネクスさんの渾身のポリガットだと思います。でフェース小さいラケットですね、まあ、増田さんの使われている、ラケットに対してすごく良かったんだと思います。まあ、何のラケット使われているかちょっと気になるところですけど、ポリツアープロもね、125じゃなくて細いゲージ120とかにしていくと案外合わないなと思ってても、はい、レスポンス良くなることがありますね。まあ、細いガットの方がね、ボール飛びやすくなりますから、その分ですね、しっかりと潰せる、ね、ガッツストリングをしっかりこうね動かしながらスナップバックさせられるといった、ものが見込めるなと思います。はい、次ですね、2週間前、龍一さん、はい、ありがとうございます。ツアーバイトが非常に興味あります。最近ストリングマシーンを買って自分で貼るので、ネットにてカット品でもお試しで使ってみようと思います。ただホームストリンガーでも素人中の素人ですと。はい、でですから早く技術を磨き上げたいですよ。まあストリングってね、ホームストリングができる人はもう全然やっていかれるといいと思います。でまあいろいろレベル価格帯があるんで、もう大きく分けると昔ながらの手張りね、電動で一般的なお店で売られてるのは、まあ、30万円以上、まあ、100万前後ぐらいまであるんですけど、コンピューター制御の電動で、このコンピューター制御の電動が一番、転写ロス少ないと思います。まあまあ一つの参考にしていただけると、まあ30万払えばね、納豆いけると思うんで、本当になんかね、家族とかで、ご家族とかでやられてる方とかはね、結構一人貼られる方とかいらっしゃったりもするんで、結構いいです。ね、で自分のこの貼った感覚でこういろんなね、あとね、貼ってるとちょっと話達成しますけど、貼ってるとね、あ、このガットいいやつかもとか、これちょっと微妙だなってね、手触りで分かったりするんですよね。なのでよろしければですね、あとまあ騙されちゃダメだっていうのはね、表面がねすごい特殊なコーティングされてるけど、打った瞬間にねヌメヌメしてるやつとかはもう貼ってる野菜からもう塗料が取れてきますから、もうただの糸みたいになっちゃいますね。そういったのはねあれかもしれないですね。リッツさん、とても参考になりました。ありがとうございます。現在ピュアドラ2018にブラストを45ポンドで貼っております。あ、なかなかいいチョイスです。もしおすすめのセッティングとあればとかあれば教えていただければと思います。週1プレイヤーですが3ヶ月では切れなくても張り替えます。完璧ですね。まあ、そのブラストは何のブラスト、ね、ブラスト125なのか130なのか120なのかにもよるんですが、まあ、125が一番いいかなと思います。ピュアドラもあとはその人によってスイングのバランスとかスイングスピード、ね、ヘッドの加速の方法変わってくるので、まあ、ガットがしっかり削れてれば、週1だとまあ2ヶ月入ったぐらいからしっかり削れてくると思うんで、削れてるのであればそのテンション合ってると思いますし、逆に削れてないのであればちょっと緩くしてもいいんだと思います。あとストリングがこう歪まなかったりするとちょっとテンションを落として、なんかね50以上でブラストとか張りたがる方多いんですけど、もうこちらのねリッツさんみたいに45ポンド前後で貼るのが僕一番いいかなと思います。あんま硬く貼りすぎてもね、腕に負担かかるだけなので、はい、ピュアドラとブラストは相性がいいと思います。でもたまにハイパー G とかツアーバイト使っていただけるとちょっと嬉しいかなと思ったりも、します。はい、次行きましょう。
これは次は、はい、守る石田さん、はい、月に5万から10万なんて費用をかけられる質ってことがあるのかな。あ、上達する、ね、練習のやり方です。あ、でもね、これ結構やってらっしゃる方で一生懸命、なんか結局テニススクールのレッスンって、まあ、大体月1万5000円ぐらいですか、アベレージが。でそれを週2でやってて、で試合とか出てると結構ね5万ぐらいかかってくるんです。あとギアとかを変えていくと。なのでまあ厳密に言うと、まあ3万とか4万だったりすると思うんですが、割と上達してかけられてる方って多分ね、一生懸命こうやってるから、なんだろう、気づかないんですよね。なのでお仕事されてる方とかだとね、結構そこに投資されたりすると、まあまあ人それぞれの価値観だと思うんですけど、まあ、収入手にするとまあ大体3万ぐらいかかるんで、それでいろんなね、まあ、それこそね交通費とかも考えればまあそのくらいかなと思うので、まあここら辺は、はい、高いか安いかっていうのはご本人次第だと思います。中には仕事のね合間塗って、いや仕事のストレスとかいろんなことを考えると、やっぱりテニスは絶対やめられないって方もいらっしゃるので、まあ考え方それぞれだと思います。コメントありがとうございます。花毛太郎さん、なかなかユニークな名前ですね。V コアがスピン系で E ゾーンがフラット系というイメージ、これも打ち方とかによるので、E ゾーンってスロート部分がちょっと特殊じゃないですか。でやっぱヘッド加速しやすくしてるので、まあ、ボールを潰したいようなイメージがあります。で V コアは、まあ、純粋な回転はフレームは厚いのと、あとねスロートの部分がノーマルなので、まあ、純粋なスピンはかけやすいと思いますので、まあ、別に間違ってはいないと思います。それぞれの価値観だと思うので、はい、僕は全然良いと思います。はい、杉山美恵子さん、ありがとうございます。もうね、女性の方からねこうコメントくるとテンションかかるんです。なぜならば私 6.7% ですよ。この今3900人、4000人近くいる中の 6% です。これ今ね 11% も上がったんですよ。ちょっとねうちのディレクターが女性のディレクターが編集してくれるようになったので、はい、ね、40歳の星、昭和万歳、はい、本当昭和万歳、頑張ります。はい、いろんなね、こうなんか これやって40歳でこれやって動画あったら言ってもらえれば、はい、公序良俗に反しない限りはやらせていただきます。ありがとうございます。はい、次行ってみましょう。はい、増田芳幸さん、いつもありがとうございます。はい、水野さん、今は松岡修造さん、そして昔はレンドル選手が使ってましたね。I play to win の CM は今でも、まあ、結構コアな方ですね。僕より詳しいですね。いいな、有名どころラケット、アディダスのラインラケットインプレントまずないです。そうです、アディダスさんね、やったら今度頑張ってね、購入してでもやれようかなと思うんで、はい、また増田さん、いろいろとコメントください。いつもさりげないサポートしていただいて、はい、非常に助けられてます。ありがとうございます。はい、M 銀の屋さん、 E ゾーン L、 こちらの V コアプロ100に変えました。はい、良いと思います。 100L だったらね触れちゃうと思うんで、 V コアプロとかの方が面が安定すると思います。はい、なので、オーソドックスなラケットを求める方とか V コアプロで、ヨネックスはねめちゃくちゃね開発に力入れてると思います。もうすごいと思います、本当に。なのでヨネックスヘッドは営業さんもすごい信念持ってやってると思います。他の要は納期とかにもきちっとしてるしっていうのは最近の僕の個人的な印象です。はい、で次、山田花子さん、ありがとうございます。もう知り合いかなと思ったんです。15分、私なら3分でイライラしてきます、早く打たせろ。これはですね、そんなコーチいるのってくだりですね。まあ、テニスってもともと金持ちのスポーツだったから常識ない方とかいたりしてね、これはおそらく4人お客さんがいて、で1人だけがにご機嫌取るために15分の時間を2時間か1時間半のレッスンで割かれるって言った理由だったと思います。はい、もしよろしければですね、はい、毒舌加藤のこの、はい、こんなコーチいるのってね、たまにびっくりするぐらい、はい、常識のないコーチ、いたりするんで、そのお話、差し上げてます。よろしければ見てください。はい、山田花子さん、またまたありがとうございます。大昔軟式やってる時はみんな水野か川崎だった気がします。公式も出してるんですね。そうなんですよね、水野もそうだし、川崎のラケットとかもありましたよね。もう双葉屋のラケットとかもあった気がします。なんかねヤマハとかもあったし、まあまあ、ただ最近はもうほんといろんなメーカーさんがいろんなラケット真似して作ってるんで、どのメーカーさんもあると思います。で水野さんはやっぱりテニスにお金を
あまりかけてなかったんですけど、野球とかサッカーでも超一流メーカーなんで、もうその気になればっていうのは多分テニスに真剣に、ね、お金をかけ始めたんだと思うので、ぜひ使っていただいて、僕本当水野さん、ね、正直申し訳ないですけど、ちょっとねちょっとこうと思ったんですけど、実際打ってみると結構良かったので、はい、あ、また山田花子さんも本当にお願いします。ヘビーユーザーさんも助かります。スクールを変えて気づいたんですが、過去生徒のレベルにもよるかもしれませんが、コーチとしか打てないスクールは外で通用しない気がします。無菌の保育器で育てられているとかね、いいでしょうか。コーチの癖のない綺麗な文字が、そうなんですね。だからコーチがね、コンチで打つのが良くないんですよ。で、我々も結構気をつけないとダメなんですけど、コンチで打つと本来打つ、おっしゃるとおりです。だたまにスピンのねボールとか、だからただこうコーチが楽していなしてるようなラリーは良くないです。これね、コーチの見極め方あると、そのお客さんに対して適切なボールを配球してるか、だいたいそうですね。で試合になったらうまくいかない、まあ、逆にそうですね、あのコーチがすごい配慮してるんだけど、アウトボールをバンバンバンって打って試合になったといきなり私メンタル弱いからっていう人もいるんで、そういうのはまあ NG ですね。でも確かにおっしゃる通りです。コーチも考えてお客さんに配球する必要があります。まあ僕ちょっとたまに大人げないと怒られることがあるんですけど、はい、そこら辺はまあね、コーチを選ぶ際に、ただスクール行ってるとやっぱりある程度コーチに遠慮せずに打てるっていうメリットもありますから、まあ、試合に出られる方は試合に出ながら、まあ、週僕は2ぐらいはしっかり自分で思い切り打てる環境の中でテニスをする方がいいと思います。もちろんプライベートレスもいいと思います。もっといいと思いますね。はい、山田花子さんありがとうございます。余計なプライドありますよね。私もビシッと速いフラットサーブを入れたいと思う思いはとっても強いんですが、回転系のボールが極端に苦手な方が相手になった時は全部セカンドサーブです。その通りだと思います。あの相手に合わせるんですね、試合ってね。それ結構大事になってくるんで、おっしゃる通りだと思いますね。なので、そうです、相手によって変えるっていうのも大事です。ただ楽して勝つというよりも、ね、この展開を変える、ね、スイングを落とすというよりも止めずにスイングして配球をする、そういったイメージ大事になってきます。はい、どんどん行ってみましょう。もう結構聞きましたね。龍一さん、もともと弱めで張っている私が37でも良いのでしょうか。中級者レベルでポリシーです。今48で少し肘ブラストラフ、まあでも37は結構低いのが張られる方いらっしゃるんですけど、俺30代ってね、あんまりストリングのプレストレッチとか入れてればいいと思うんですけど、一旦42とかで落としていった方が、それがゲージを細くする方が、個人的な意見ですよ。プロの選手ね、低いナチュラルとかをすごい低いテンションで張る分には分かるんですけど、ポリってその性能自体が出していけないんじゃないかなと思います。ホールデンさん、はてな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 、はい、はてな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 、ありがとうございます。はい、増田義之さん、いますいます、ナイロンマルチですが、先イカ状の人、そうなんですよ。これね、うちの店長と、はい、漫談みたいなトークになりましたが、先イカ状のね人は変えた方がいい。先イカ状でうまくいかないとなったら変えましょう。でも全然それで平気だったらいいと思います。ただボールの威力も落ちますし、スイングロスも大きくなるので、その点には十分注意をしてください。はい、どんどんいきましょう。めっちゃあれですね、松本さん、はい、いつも興味深い内容の動画配信ありがとうございます。軟式からの転向ではありません。ウッドラケットでテニスを始めたベテランプレイヤーです。50過ぎに再開し、今後の動画でポイントのヘッドを走らせてボールを潰すスピンをかけるがしっくりいきませんと。はい、ここら辺はまた他の動画で紹介してますので、よろしくお願いします。といった形でちょっと今回長めにお話しました。よろしければまたご参考ください。今日はこれで終わります。ありがとうございました。